はい、どうもアンドリューでーす。今日はですね、トイズマッコイの A2 の、手入れを、していきたいと思います。まあ自分は手入れは4ヶ月に1回って感じでやっておりますね。ではまず、バモブラシでホコリをさっと、払いましょう。ですかね。では次にオイルアップしていきたいと思います。使いますのはラナパですね。まあ、特にこだわりはないんですけどね。まあ、ただラナパっていうのは植物油らしくてカビが生えにくいという特性がありますね。いや、ラナパですが、これ植物性なのかな。すいません、ちょっと説明読んでまして、まあ、ビーズワックス、蜜ろうとホホバ油、まあ植物ですね、配合して天然素材 100% で作ったって書いてますね。そうなんですよ。すいません、失礼しました。これ中の皮はやり必要あるのかちょっとよくわかんないんですけど、一応軽くつけておきますね。このポケットの中なんですが、やりづらいですね。こんなもんにしておきますね。
ットの中いきます。じゃあ襟の部分いきますか。もう、ボタン外しますね。表面はざっとこんな感じですかね。あとやってないようなところはなさそうですね。では裏面いきますね。
これで一通り塗った感じですかね。でしばらくまあ切る予定もないので、余分な油はちょっと拭き取らずにこのまま寝かせたいと思います。こんな感じですね、塗った後の感じとしては。あれ、かっこいいですね、やっぱヘリツは。ではご視聴ありがとうございました。